不動産を購入するために準備しておきたいこととあとおすすめの仕事についてお話ししていきたいと思いますまあ、不動産公屋を目指している方がスキルを身につけながら働ける業種を探している場合、まあ、ズバリね皆さん 物件情報足りてますか儲、えー、からん不動産投資不動産コンサルティングマスターの平山です儲、えー、からん不動産投資では初心者の方が不動産投資で失敗しないための情報をお送りしていきたいと思います動画の最後に様々な不動産情報を載せていきますのでぜひそちらもご覧ください今日はどういったお話ですか今日はですね将来不動産投資家を仕事にしたい人向け、まあ、目指す人向けにですね不動産を購入するために準備しておきたいこととあとおすすめの仕事についてお話ししていきたいと思いますなんとなく、ね 投資用の不動産の、ね、売買営業をすることがね近道のように思うかもしれないんですけども、まあ、日頃からね良い物件を探して多くの、ね、投資物件見てますから、まあ、営業成績がね良くなればインセンティブ多くなったり給料が高くなる可能性がすごい高いですから当然これがね近道もうすぐね仕事にするなら不動産投資の売買営業やった方がいいよって思う方も多いとは思うんですけどもまあねただね大家業を見越して勉強するという意味ではもっとね実践的な知識を得られる業種職種があります。まあ今回 今回の動画では、不動産投資のねスキルを身につける理想のキャリアパスについて解説していきたいと思います。最後まで、ね、ご覧いただいて参考になったという方は、高評価とチャンネル登録をお願いします。まず今日はね、ねこの2点のポイントを詳しく解説していきます。まあ、不動産購入までの準備とあと、不動産を勉強できるおすすめの仕事。 ですで不動産投資をね行い親業を目指すには当然のことながらねこの点についてはこれまでの動画の中でも重ねてお話ししてきましたが不動産投資はね大きな金額がね動く投資です。 なんで、購入資金を貯めている間に、この準備だけは必ずしておいてください。で、その内容がこちらになります。実質利回りの計算をしっかり覚える、まあ、収支計算ができるようになるっていうことですね。で次に、不動産に絡むね、業界の変化、まあ、ニュースをね、しっかりウォッチしてトレンドを見ておくってことですね。で次に、不動産投資の相談ができる見方を作っておきましょうということです。 一つ目の、ね、ポイントは不動産投資を行う上の基礎中の基礎ですから、まあ、自分が、ね、購入しよう運用しようと思っている物件が実際に、ね、どれだけ利益出せるのかっていうのを、まあ、それが見えなければ不動産投資っていうのは、ね、成功することはできません。ここは、まあ、当たりり前ですけどしっかり 抑えていきましょう次にね不動産業界の変化をしっかり見ていくというのは不動産のトレンドだったり先をね見据えてねしっかりと押さえておくということが重要になります例えばね法令だったりとか、まあ、不動産建築の規制等ももう年々ね変化していきます、まあ、こういったことも大きく影響してくるのでこの部分もある程度知っておいてくださいでいざ購入するという時にそういうことがねスムーズに進まない、まあ、それによって、まあ、運用にね弊害になるっていうこともありえますのでそこはしっかりと押さえておいてください そして最後にね相談できる見方を作るというのは不動産投資を行っているとねたびたびね予期しない問題や選択をね迫られることがあります、まあ、こういった場合ね一人で悩み考えることも大事なんですけども、まあ、信頼できるね見方相談者がいれば、まあ、そこで有益なヒントアドバイスをくれるということもありますだから、まあ、一人で悩むのではなく相談できる見方を多く作っておくと不動産投資の戦略を立てられるような仲間がね でででききれば心強いだけじゃなくて不動産投資の失敗もとと減らすすことができるはずです、はい、次に不動産を勉強できるおすすめの仕事についてですけども、まあ、不動産大家を目指している方がスキルを身につけながら働ける業種を探している場合ズバリね賃貸管理業を行っている不動産会社で働くことをおすすめします。 そこで賃貸と管理業務を勉強すると良いと思います。で、賃貸と管理の業務を経験しながら、不動産投資の、ね、収支計算などを覚えていくことをお勧めします。そして、その後に売買営業の業務をして、ファイナンスのことだったり、不動産売買の相場感を身につけていくことが、不動産投資の、ね、スキルを高める理想のキャリアパスだと私は考えます。 賃貸管理部門のね、まあ、リーシングっていうんですけども、まあ、この業務を学ぶことでですね賃貸市場の相場感だったり、まあ、入居者さんがどういうことを求めてるかっていうのが分かるようになるので、まあ、それにね対応した業務を学ぶことで後々いい財産になってきますそして不動産投資の肝である空室を最小限にすることだったり家賃収入の最大化を図るこのノウハウを身につけることができると非常にね先々大家さんになって武器になってきます あと管理業務においてはですね、まあ、トラブル対応やリフォーム修繕工事など、まあ、建築等に関する知識やノウハウも身につけることができます賃貸や管理業務のトラブル対応の中にはですね不動産投資のリスクがほとんど詰まっていると言ってもいいぐらい凝縮されています具体的には空室だったり滞納だったり建物や設備の故障で騒音などの生活トラブル事件や事故などがあります、まあ、不動産投資はね生活に根付いた 事業なので、まあ、こういいった生々しこことが、ね、多く起きます。これらのことを問題解決できるようになると不動産投資でね恐れることはありません不動産投資のデメリット部分リスクをコントロールできるようになれば不動産投資のメリット部分を最大限に生かして成功できるようになりますこれらの能力を基礎としてその上で売買業務を学ぶ収支計算や事業計画ファイナンスの知識を身につけられると投資規模を拡大する時のね借り入れを利用した大胆な投資にも挑戦できるようになります思い切ったチャレンジができるのは、まあ、不動産投資のねリスクをコントロールできる 能力が備わっているために失敗すするる可能性をを小さくくくしててううまま事業を進めていくことができるようになります、まあ、意外にね思われたんじゃないかなと思うんですけど、まあ、不動産のね販売業務は花形ですし、まあね、早くその職種に就いた方が不動産投資にね役立つスキルをねたくさん身につける近道なんじゃないかなって思うんですけど、まあ、そうとは限りません、まあ、販売業務をしているね売買営業マンのコンサルタントが持っている武器っていうのはこうしたね賃貸管理業務のノウハウがあって生かされて強力なものになってきます売買営業マンは がね、持っている武器というのは収支計算だったりとか事業計画を立案できるというところ、まあ、それを実行して利益を出していくことなんですけども、まあ、結局ね,、まあ、ね収支計算とか事業計画が立てられても、まあ、そういったものを、ね、実際に実行していくっていうところ結果を出していく利益を出していくっていうのが一応重要になってくるので,でそのためにはやっぱりリスクを最小化して、ね、リターンを最大化するとこれは現場でおいたそのノウハウが詰まっているとそれに裏打ちされたね、まあ、計算だったりと経過が立てられるようになります。 予防を見て聞いた風な感じで事業計画作っていくとやっぱりその事業計画っていうのはやっぱどっかねこう不安なものだったりとかほころびが出てしまう場合があります。だけどもそういった賃貸とか管理の業務を勉強していればリスクを織り込んだその中でも最大にできるノウハウを持ってるからリターンの部分でも最大限引っ張り上げた計画が立てられるということでこうね守りも攻めもちゃんとね組み込まれた計画結果を出していけるっていうところがやっぱね賃貸管理業務を知ってるか知ってないかっていうところでね大きく差が出てくると思います。まあ、なのでね平山的には,やはり やはりですね、まあ、大屋産業を目指してね、プロの不動産投資家になっていくっていうことであれば、急がば回るかもしれないですけど、賃貸管理業務をね、しっかりと身につけて、体に染み込ませると、よりそこが近道になるかなと思います。売、ま、買、あ、営業マンのね、もちろん収支計画とか事業率はもう簡単な話じゃないんですけども、ただこれはある程度ですね、まあ、座学の勉強系のところが結構大きいので、で体験というよりかは知識と。 いう部分がでかいですだかす賃貸管理の方はやっは体験とかがものを言ってくるのでそういったものをね体験しようとしてないでは大きな違いになってくると思います、まあ、ただしね、まあ、賃貸管理業務の、ね、ノウハウを身につけるっていうのは簡単じゃありませんそれはとてもね大変時間がかかるものです、まあね、一朝一夕じゃできないので、まあ、けれどもね、まあ、ここでしっかりとやっておけば販売業務ちゃんとできるようになった時により武器になって金返ってくるということで で、私自身もね販売業務からねこの不動産投資の業界のキャリアをスタートさせたんですけどもやっぱり初めね不安でしたねいやこの空室率ってどうなんだろうとかね本当にこのリターンキャピタルゲインってあんのかなとか知識だけで考えてましたただそこから賃貸管理業務をやってる不動産のコンサルタント会社に行って賃貸管理業務を学ぶ中で、まあ、横でね経験する中でですねそこでやっとまたこれが売買に営業する時に裏打ちされて生きてきた やっぱり説得力のある事業計画とか結果が出せるようになったっていうのがありましたんで私もやっぱりその時に一旦ちょっとね遠回りしたなっていう印象はすごい感じました、まあ、ただ初めはねそういうことは分からなかったので、まあ、いい経験だったとは思いますけど、まあ、これからねそういった不動産投資業界に入ってくるとか、まあ、あとはプロの投資家おやすみになりたいということであればやっぱり地に足をつけて初め賃貸管理業務やられた方がいいんじゃないかなというふうには思います。 で、今回はねまあ、不動産投資のね。スキルを身につける理想のキャリアパスについて話しましたけども、もまあ、その他にも不動産投資のこととか不動産のことで聞いてみたいことがあれば、どしどし、コメント欄にご質問いただければ動画でもお答えしていきたいと思います。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。